皆さんこんにちは、ひまりです。今回のテーマは遊郭、花街での遊女の生活をご紹介します。遊郭と花街、その違いって？まず遊郭というのは性行為でもって接待する店で、すなわち遊女たちが働いています。花街は三味線や羽唄と舞踊で接待する店が集う場所で、芸妓や舞妓が働いていますね。ただし昔は芸妓や舞妓のうちにも性行為する女性がいて、娼妓と呼ばれました。このように昔の我が国という世界は、今現在のように窮屈で息苦しいような世の中ではありませんでしたね。したがってその頃には花街と遊郭にはさほどの区別もなかったし、そもそも花街とか遊郭などと呼ばれるような地域もなかったのです。世間の人々からそのように呼ばれる界隈がきっちりと出来上がったのは、安土桃山時代、ことに豊臣秀吉が天下人となった頃からでした。世の中の風紀が乱れないよう、そして治安維持がしやすいようにという目的で、芸妓などと呼ばれる女性や遊女と呼ばれる女性たちを一つの区域にまとめて住まわせたのです。こう聞けば、もしかしたら皆さんはそんな女性たちの方にこそふと悪いイメージを感じませんでしたか？そうだとすれば、それは戦後日本という今現在の価値観にとらわれてしまっているのかもしれませんので、私としてはリフレッシュをおすすめしますよ。そうなんです、これは決して職業差別などではありません。まこと古代から現代に至るまでの人間社会において、遊女とか芸妓などと呼ばれる女性たちこそが、その時々の世の男性たちに心身ともの潤いを与えていたのですから。とはいえ人間だもの、中には強姦しちゃうような悪人もいれば、酒癖が悪くてどうしようもないやつや、やっぱり職業で人を見下す情けない礼儀知らずもいますからね。この当時に秀吉はじめ家臣らが考えたことは、日常生活の中で不安定かつ危険にさらされる生業の女性たちの安心こそ守ってやるということでした。その証拠の一つに、この区域の別名を郭と呼びました。ざっと漢字は3つ当てられますが、いずれも城や砦を築く際に使われる用語です。さらに言うなら京成町とも呼ばれています。夢中になって遊びすぎれば城が傾くぞっていう意味と、この町が荒れれば城が傾くをかけたシャレですね。要するに世間の風紀の乱れと治安の悪化を抑制する、そういうことです。また城下の人々からは色里、有利、色町などとさも艶っぽく呼ばれていましたね。こちらは花街と遊郭を区別していなかった証拠です。いずれにせよ、このような秀吉たちの思いは実際に江戸時代にも引き継がれました。そうです、皆さんも聞いたことがあるでしょう、吉原ですね。こうした地域にはまず芸妓や遊女を寝泊まりさせて仕切る置屋があります。そうして華やかな地域には自然と待合茶屋や料理屋も立ち並びます。これを俗には繁華街と呼んで大いに栄えますが、やや気取って仏教の教えを引っ張っては、人間の欲望すなわち業をかけて三行地、あるいは二行地などとも呼ばれました。ついでながら、人間ならではの欲望が渦巻く地域として眺めれば、古くは私たちが参詣や参拝する神社や仏閣の門前町には、お参りした後の精進落としという方便で必ずと言っていいほど存在して繁盛していたのが、やはり花街、遊郭だったのです。何しろ神仏様方にお参りした後の無礼講ってことですから、もう欲望むき出しで酔っ払いはしゃぎ騒ぐうちには、普段真面目な人でも旅の恥はかき捨てといった調子で羽目を外してしまい、お伊勢参りで子供ができたなんて羽唄などは今現在にまで伝わっていますよ。こうした繁華街は実際明治維新の後には、世間からの賛否両論うちにも、大正昭和初期までは廃ることなく栄えていたのです。念のためもう一度言いますが、花街とか遊郭、そして芸妓とか遊女などに明確な区別などはありませんでした。それらは夜の姫ごとといったことであり、どちらにしてもちゃんと身受け制度があって、それを世間でも暗黙のうちに了解していたのですからね。例えば明治政府の内閣に名を連ねた男の妻たちの少なからずはその界隈の女性でしたし、ひいては大正から昭和初期の偉いさん方のおめかけさんもまた同様でした。そして私はこうしたことどもを人間としておおらかで素晴らしいと言っているのですよ。しかし昭和20年8月15日、終戦の後、
GHQ による交渉制度廃止令によってついに加害と遊郭が切り離されたのです。要するに夜の接待の場において性行為を伴うことは禁止されたということでした。なぜ過去形なのかと申しますと、これもまたおそらく学校の授業ではおそらく習わないでしょうが、この当時の我が国に対して交渉制度廃止を命じた GHQ、すなわちアメリカをはじめ連合国軍の兵士たちによって我が国の女性が強姦される事件が頻発し始めたのです。しかも連合国の悪口を言ってはいけないという言論統制が敷かれているため、正確な件数は不明ですが、一説には2万数千人に及ぶと伝わってますね。これに対して抗議どころか文句の一つも言えない日本政府がしたことは、5万5千人余りもの売春婦を公募してわざわざ連合軍専用の慰安所を設置したのでした。これが史実ですよ皆さん。これが人間世界におけるセキララな現実なのですよ。まあ占領統治されていたのですから仕方ない。とはいえ、むしろ一般庶民の方こそがやられっぱなしではありませんでしたね。焼け残った廃屋や急ごしらえの立ち飲み屋とか小料理屋などと看板を上げた裏で、博打と師匠らが結託してはアメリカのミリタリーポリスの目をかいくぐって連合国軍兵士を相手に売春し続けてました。してやったりと私は思っています。この頃の警察は無力とも言ってよく、実際に暴徒と化した朝鮮人たちの取り締まりも警察の方から博打に頼み込む始末でしたし、こうした状態は昭和30年代に入ってなお続いていましたね。しかし昭和31年、1956年に制定された売春防止法が完全施行され始める昭和33年頃までには、戦後の私生靴も一斉廃業するに至りました。こうして日本における公私共の遊郭はその悲しくも華やかな歴史の幕を閉じたのです。これ以降にはいわゆる遊女と呼ばれた女性たちも姿を消し、例えばストリッパーとか風俗街のトルコ風呂、改めソープランドへと渡り歩いたり、今ではデリバリーヘルスなどという宅配娼婦としてもそれぞれにご活躍されてますね。一方、身持ちが固く芸達者な芸妓や舞妓なら恐怖の擬音に落ち着いたり、地方の温泉街で芸者となったりもしましたが、今ならコンパニオンとか呼ばれてらっしゃいますよ。いかに時代が移ろうとも、この世の花として咲き誇っていただきたいと願います。古き良き我が国の悲しくも美しき遊女の生活、そんな華々しくも悲しき加害遊郭が最も繁栄を極めたでありましょう江戸時代には、その当時にも全国ベスト3と謳われましたのが、江戸の吉原、大阪の新町、京の島原でした。それぞれ接客には細かいしきたりの違いなどあったでしょうが、そこに住み暮らす芸妓や将棋や遊女たちの生活はといえばほぼ似たり寄ったりだったでしょうね。いずれも江戸幕府公認ですので、そこで働いている遊女というなら現在でいう国家公務員でしょうとおっしゃる方もたまにおられますが、それは違いますよ。まずもともと自らが遊女や芸妓を生業としてきた女性たちがいますしね。また極貧や病気や借金など生活苦の親を助けたいとか、俗に言う口減らしなどで売られたり、あるいは親や夫の犯罪に援助したり、自ら窃盗やら無許可の売春した刑罰として遊郭へ落とされた女性たちなのです。こうした刑罰として落ちてきた女性たちは加害や遊郭のうちで最も最下級の遊女にされ、もし客がつかないようであれば下働きする男たちの慰み者にされるのが定めでした。さてそろそろ遊郭に暮らす遊女の日常生活を眺めてみましょうか。およそ午前6時前には目覚ましの声かけ係やら、昨夜につないだ茶屋の使いが泊まり顧客を起こしに参ります。これで遊女も起き出してはお客の見繕いを手伝いますね。そうして客を見送るのですが、この時に遊女のお客に対する気の入れようがわかります。気に入らなかった客ならお愛想程度で2階の階段までで、はいさようなら、また来てほしいお客なら一緒に階段の下まで降りて見送るし、よほど気に入ったり馴染みのお客なら大門まで見送ってさも名残惜しげに振る舞うのでした。見送ったならざっと午前10時頃までは遊女の二度寝タイムですね。10時になれば遊女みんなが起き出しますが、正午まではフリータイムとなりますが、この間に風呂に入って髪を結い、
身支度を整えて遅い朝食とて冷や飯一膳に味噌汁とかぼちゃなどの煮物に漬物という質素な食事を済ませてから紅を引いて化粧します。正午からは営業開始で午前4時までが昼の営業、すなわち昼店でした。花魁の中でも呼び出し中さんという最上級の花魁は店には出ず、勝手気ままに過ごしながら茶屋からの呼び出しを待っていればいいのです。中級以下の花魁とその下で心臓と呼ばれている遊女たちは通りに面した格子越しに客が品定めをする張り店に出ます。昼店の客といえば地方から出てきた諸藩の金盤武士、つまり藩士がほとんどですね。この方たちは門限が定められていて、およそ18時以降は藩邸からの外出禁止なんです。藩でもざっと中級以下の分際で発給ですし、田舎の家族に仕送りしなければなりませんから、揚げ代の他に祝儀などは払えないのです。しかしせいぜい月に一度のお楽しみなのですから、飢えている上にれっきとした藩士ですから一人前に威張っていますので、あれやこれやと要求や注文ばかりが多いので、そりゃ遊女たちからは嫌われますよね。それならそれで岡場所や古屋の2階で安く遊べば良さそうなものですが、どちらも風俗としては違法営業なんです。しかも白昼ですからね。田舎侍とはいえども武士は武士、万が一にも見とがめられてはもう面目が立ちませんから、どんなに邪険にされても泣いても笑っても花街の表通りをうるつくほかにないのでした。いえ、遊女の中には気立てが良くて優しい女性も珍しくないですからね。運が良ければそういう遊女と馴染みになれるチャンスも転がってますから、まだまだ希望はあるんです。一方遊女たちにすれば昼店は客が少ないし、客がつかなければ夜のおなじみさんや目当ての客に宛てて手紙を書いたり、遊女同士で花札だのサイコロ博打などをして時間を過ごすのでした。やがて昼店が終わると遊女たちは18時までのフリータイムで腹の虫の抑えの軽い食事をとったり、遊郭に出入りする呉服屋とか小間物屋、その他に貸本屋など行商人相手に買い物したり、いざ夜店に備えては湯あみをして見繕いました。いよいよ18時からはいわゆる本番とも言っていい夜店の始まりです。それぞれ遊女屋の縁起棚の鈴が鳴らされ、それがスタートの合図でした。その鈴の音に合わせてそれぞれ遊女屋では菅垣と呼ばれる三味線のお囃子が鳴り始めます。この演奏は芸妓や将棋や振袖と呼ばれる新米の心臓が担当しました。遊女屋それぞれに違ったお囃子でしてね、吉原中が一気に艶っぽくにぎわい始めるのです。大門をくぐった男衆は待ってましたとばかりに張り店に向かいます。張り店には提灯が灯され、居並ぶ遊女たちをより一層妖艶に照らして浮かび上がらせます。お客がついたなら2階の座敷でお客と対面しまして、調子よく言葉を惑わしますけれども、そのお客は待たせておいてすぐ階段を駆け下りては張り店に戻るのです。もちろん他のお客の声がかりを取るためですよ。同じ時間帯のうちに複数のお客を相手をするのが当たり前でしてね。こうすることはお客の方も心得たもので、じらされせかさず案内された部屋で一杯やりながらじっと待つのが遊郭の礼儀なのです。ここからは例えば古典落語でも聞けます通り、待ちくたびれて怒り出す野暮な客も珍しくはないので、当の遊女本人だけでは口も手も足りません。そこで店の若い衆やまだ客のつかない心臓が練習がてらにトークしてなだめつつうまく場をつなぐのも、これまた遊郭ならではの楽しみ方なのでした。やがて午前0時頃には中引けとなり、すべての遊女の表戸が閉められます。つまりそれ以降のお客は受け付けませんよ。そして午前2時を知らせる標識が鳴れば大引けですので、今宵の営業は終了です。芸妓や舞妓を呼んでの宴会もお開きですので、お客も箸と杯を置いて寝床に入ります。とはいえ遊女たちにとっての床入りは終了せず、昨夜に指名のかかったお客の部屋をせわしなく回っての接待は続きましてね。つい指名を取りすぎた遊女なら寝る間もありません。そうして朝の6時までに仮眠が取れたならラッキーって具合で、また新たな一日が始まるのでした。いやー、遊女すなわち女郎とはまさに心身ともに生命を削るような仕事なのですから、どうぞ皆さんも夢下げすんだりはしないであげてくださいね。遊女のディープな心得と覚悟について。
今現在の我が国では例えば水商売と聞くだけでふとなんだか軽蔑にも近いイメージを思い浮かべたりしませんか。この当時の人々は遊女や芸妓や将棋などと聞いて軽んじるどころか、親孝行な娘だなとか、嫁にできないもんかななどと思って馴染みになろうと頑張ったり励ましたりするのが当たり前な世の中でした。例えば江戸の吉原、大阪の新町、京の島原などなど、全国各地の遊郭や花街に通うお客といえば、大将名をはじめ重臣たちのような高級武士もいれば、一般庶民のうちにも豪商とか宮大工の棟梁など地位や名誉や財力のある方々もいましたよ。そして借金を肩代わりしたり、年季が明けるのを待って身請けし側室にしたり結婚したりすることも、これまた世間から羨ましがられる、そんな世の中だったのです。そんな世間のうちに遊郭で暮らす彼女たちは、真面目に働きさえすれば食いっぱぐれることもなく、怖い目に遭うこともなく、まあ安心して過ごすことができました。とはいえ多額の借金があること、性病とか望まない妊娠などの心配、嫌なお客の相手などなど、普通の生活では味わうこともないような苦労も背負っていたのです。ごちそうを食べて、欲しいものを買って贅沢したけりゃ、売れっ子になっていい客を捕まえてお座敷でねだるこったというのが店の主人の言いつけでした。実際花魁ともなれば、主人でさえご機嫌伺いするような日々を過ごせましたしね。その下の心臓でも売れっ子となれば祝儀もがっぽりですし、夜ごとのお座敷ではごちそう三昧ですから、私みたいな一般庶民よりも数段上のセレブとも言っていいでしょう。そんな姉さん方のお世話や雑用をこなす遊女見習いの少女たちでも、ヘマをして追い出されない限りは質素とはいえ衣食住を保障されているのですから、ありがたいことでした。ただし1年のうちに認められた休日は盆と正月三が日のたった4日だけです。何せこの日ばかりはお客が来ませんからね。あとは病床に伏すくらいしか疲れ切った心身を横たえることは許されませんでした。しかも休日だからといって自由に大門を出て里帰りだの墓参りできるわけではありません。それでも人間ですから、どうしてもって時に主人が許してくれたとしてもですよ、大門を出る時にはすぐ脇にある番所で女切手という木札を申請してもらい受け、数人の若い衆が付き添って出るのです。そうして帰った時にその木札を返したついでに、付き添いの若い衆が道中の無事を報告してようやく帰着となるのでした。現在ならおよそ週休2日プラス祝祭日と盆、正月前後の数日は休みだし、必要に応じて有給休暇なども申請受理されるのが当たり前でしょう。この当時に遊女や芸妓や将棋なら有給休暇などは思いつきさえしませんけれども、年間を通して休日が4日だけなんて、いくらなんでも耐えきれませんよね。そこは店の主人だって本当に血も涙もない鬼畜生ではありませんから、ちゃんと前もって構えていましたよ。見上がりといういわば店内規制です。遊女自身が自前で自分の揚げ代を支払って休日にしてもらうのです。手持ちの現金すなわち蓄えがないなら、しっかりと主人が借用証文を手渡してくれますよ。売れっ子なら祝儀の蓄えもあるでしょうけど、そこそこ以下の遊女なら借金の上乗せってことですね。どうですか皆さん、なかなか抜け目がないでしょう。ここまでして遊女が自身で買った休日をただ心身休めに使うわけもありません。お金次第で誰とでも寝る遊女とはいえ、波の女性以上に女性らしい教養と女心を持っているんですから。そうです、恋もするんです。それも命がけの恋愛ってやつですね。馴染みになって互いに恋して、身請けするほどの金はないけど年季が明けるのを待っててくれている愛しい男に、ほんの半時、およそ1時間だけでも会いたい。こんな一途で純真な乙女心でさえ、しかし店の主人は心得ていましたよ。そんな男に会って足抜けされたり、思い余って心中されちゃ元も子もないからね。ってことで、きっちり女切手と見張りの断臭がついて回りました。そんな主人がついに本当に血も涙も人間としての心もない鬼畜生になる時もあります。そうなんです、先ほど言った足抜け、すなわち遊女が脱走逃亡した時ですね。テレビドラマや映画などではこの美しくも悲しい場面を撮るために巧妙かつ奇想天外なあの手この手を仕掛けますが、
当時の現実では1000人に1人の成功確率も望めませんよ。そんなことは当の恋人たちも知ってますから、足抜け成功、すなわち心中ってことです。こうした正念場で死に損なった時、あるいは死のうとする前に連れ戻された時には、いわゆる生き地獄へのワンウェイチケットが本当の鬼畜生となった主人から手渡されました。そして仕置きを執行するのは主人の女房、女をいたぶるのは女ならではの快感と痛みを知り尽くした女という恐ろしさですね。今回は江戸の遊郭に暮らした遊女、その美しくも悲しく儚い生活を眺めて終了いたしますので、またお会いできる日を楽しみにしております。今回の動画は以上です。この動画が少しでも勉強になりましたら、グッド評価、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。